そうそう、福ちゃんです。今日はですね、カノムパンサンカヤというタイ国内ではもう古くからあるデザートなんですね。まあスイーツといいますか、それなぜか日本でほとんどのタイ料理屋さんないんですよ。多分今日本にタイ料理屋さんが1700店舗ぐらいあるんですけれども、このカノムパンサンカヤのメニューがあるお店は10軒もないと思います。しかしタイ人は大好きなんですね。でこれがね、ケーキっていうか、まあ、材料高いかっていうとそうでもないんですよ。もう使うものは、まあ、タイの食材店に売っているこれね、まあ、多分300円ぐらいなんですけども、これと牛乳と、何でしょう、食パン、これだけでタイ現地の味がそのままご家庭 で またはこれ今見てる方がタイ料理屋さんのオーナーさんだったら、あなたのタイ料理屋さんで本場のタイのスイーツがお客様に提供できるという、そういうのを今日パパッと、ね、ご紹介します。じゃあやりましょうか。はい、じゃあまずは袋からね、パパッと2色あるんですね。緑と茶色、茶色の方がタイティー味ですよね。タイティーカスタードミックス、これ緑の方がこれがですね、タイカスタードミックスパンダンフレーバーですね。2種類、はい、そしてこういう風に開けて、牛乳も入れるからあんまり緩いとダメなんでしょう。確かに中庭来ましたか。来ましたが、ちょっとまだなんですよね。よくこれ、タイ現地で見る感じですね。牛乳と混ぜるゼリー。ブルーチェブルーチェタイのブルーチェ、マイルド。今日は高いパンを買ってきました。ソークリーム、パウダー。一斤を6枚に切ったパンを買ってきました。じゃあ行きましょうか。来週じゃないけど入れる。大体勝負今7分ぐらいですね。もう簡単にもうご自宅でできますんで、まあ、多少ねちょっと黙っていうんですか、あるんですけど、あるぐらいの方がタイらしくて、泡立て器でやってもいいかもしれない。そうですね、小さめの。そうですね、来ました。じゃあのっちゃん味見しましょうか。はい、まずこれが茶色い方です。こっちです。クリーム、タイティあ、もう香りが結構ね、甘い感じですね。うん、タイティーの味です、うん。じゃあもう一個、パンダンフレーバーいってみます。これね、こういうね、うわー、タイ人の人がこう見るとね、もう、うわ、美味しそうって、日本人はちょっとね、思わないかもしれないですけど、もう、タイ国民の7000万人の人がこれ見ただけで、うわって感じなんですよ、大事。
本場の味と同じ。すごいよ、のきちゃんこれ。もうね、お家でこのようにもう10分ちょっとでタイと全く同じ味が再現できます。ね、皆さんもお家でね、試してみてください。いいでした。のきちゃん